こんにちは。大阪市にあるお菓子教室ひすなずた大下香織です。今日はホイッパーについてお話ししたいと思います。ホイッパーの大きさについてはまた別の、時に、お話をしていますけれども、私の気に入っているホイッパーはこれですね。8号というサイズです。で、これはステンレス製のもので、おすすめは、先が丸くなっている、そしてこの本数、ワイヤーの本数ができれば多い方が、混ぜた時に早く混ざりますね。これはちなみに8本ワイヤーがあります。他に、ホイッパーを買う時に、シリコンの素材のものがあると思うんですけど、あれはボールなどを傷つけないし音もしないしとてもいいんですけど、柔らかいので硬い材料を混ぜるときに、不具合があります。例えばバター、柔らかくないバターとかも混ぜることができないと思います。万能なのはやっぱりステンレス製の先が丸くて、ワイヤーがしっかり本数があるものをおすすめします。ありがとうございます。